2024年冬アニメが、まあ、始まって、まあ、2週間ぐらい経ちますが、なんかすごいめちゃくちゃ下品な作品が目立ってるイメージがあって、このチャンネルで取り扱うテーマ、もうもしかしたらちょっと下品なものが多くなるかもしれないということをね、まあ、残りの2ヶ月そうなりますよということを、まず謝っておきます。申し訳ないです。で、まあ、今回はそんな2024年冬アニメの中でもトップクラスの問題児、魔法少女に憧れての第2話の話になるんですが、ちょいとこの回であまりにもびっくりしたことがあったんで、見てない方に向けて軽く説明しようと思います。まあ、あらすじを説明すると、その魔法少女に憧れてる主人公ウテナちゃんって子がいたんだけど、その子がね、ある日謎のマスコットに会うんですよ。まあ、契約すれば自分も魔法少女になれるんじゃないかって思ってたんだけど、マスコットと契約したらなんと魔法少女じゃなくて悪の組織の女幹部になってしまったと。なんと自分が憧れてる魔法少女と戦う羽目になってしまったという話なんですよ。本作は、まあ、エロいことで話題になってるアニメですが、どうやら3つのバージョンがあって、まあ、基本的に規制だらけのテレビ放送バージョン、そしてテレビ放送バージョンの規制がある程度解禁されてる憧れてバージョン、まあ、こちらは今 D アニメで見れる形なんですけど、そして、まあ、全て解放した無規制の超憧れてバージョン、これはまだ出回ってないのかな。この3つに分かれるんですけど、私が今回見たのはね、憧れてバージョン、真ん中のバージョンなんですよ。なんとこのねバージョンが超憧れてバージョンでもないのにもかかわらず乳首が見れたんですよ。なんか冒頭からいきなりその魔法少女たちの裸がバンって映って、え、なんでって。だって普通今までこういう、まあ、アニメって D アニメだと、その例えば不徳のギルドとか、あと他のアニメでもちょっと規制が緩まったバージョンでも突起物見えなかったんですよ。だからモザイクがちょっと小さくなっただけでみたいな、基本的に規制されてんじゃねえかってバージョンだったんだけど、なんとねこの憧れてるバージョンはね、そういった規制が全然なかったんですよね。本当にちっちゃい光があるかないかぐらいのバージョン でこれね、当時最初喜んだんですけど、物語が進むにつれてとんでもない事実が判明してですね、どういう場面かっていうと、ウテナっていう主人公がいるんだけど、ミサヨっていう、まあ、魔法少女に、まあ、いけないことをする、主に動けなくなった、まあ、彼女のねおっぱいを後ろから揉んだりとか、もうすごいいけないことをねする場面があるんですけど、この場面でなんとこの魔法少女が最初いややめてみたいなことを言って、でウテナがえへへみたいなことを喋った後に急にキャラクターの声が聞こえなくなって BGM だけになるんですよ。 BGM だけになった時間がなんか数十秒ぐらい続いて、でもカットはそのままおっぱいは丸見えの状態で続いて、でそしたらなんか気がついたらことが終わってるみたいな、まあ、そういう場面なんですけど、これ何が起きたかっていうと、まさかの映像が規制されたんじゃなくて音声が規制されたんですよね今回。これがねなかなかね衝撃的で、だって普通さ乳首とかそういうお尻とかそういうものをさ隠すやん。にもかかわらずこのアニメはなんとそういうものを憧れてバージョンで解放して、声優さんのエッチな喘ぎ声を規制したっていう前代未聞のことをしてたんですよね。これ面白くないですか。今までも乳首は見せるけど喘ぎ声カットするみたいなアニメってあったのかな。ちょっとそこら辺ごめんなさい、あの自分認識がないんですけど、これ何がすごいかっていうと、今までのエロスの認識というものは音よりも映像の方が上、まあ、より過激だったんですよ。まあそれは当然なんですけど、例えば YouTube ではポルノ映像はすぐに消されるけど18禁の ASMR はなかなか消されてないみたいな状態、もうアニメでも声優さんの際どい演技はまあ見過ごされてたけど映像はめちゃくちゃ厳しく審査されているみたいな、そういう状態、そんな認識だったものが今の時代、とうとう声優さんのエッチな演技が直接的なポルノ描写に規制優先度合いで上回ってしまった。これはそのミサヨさんの声優さんの演技がエロすぎたせいなのか、あるいは女性声優そのものの価値が上がってきているからこそ起きた規制なのか、もういずれにせよね、もしかしたらこういうちょっとした規模でもう常識が変わりつつあるのかもしれません。